高く上がってサードと風に流されますか。いやいやいや、と取っています。これは好プレーですよ。サード胸が難しい体勢から肩越しのボール、よく取っていますね。難しいボールですけど、これめっちゃ助かるな。太陽の方向もちょっと7球目カーブを見せていきまして、キャッチャー若槻難しい体勢、一塁はアウトです。よく若槻回り込んで、少し難しい体勢にも見えましたが、一塁へしっかりと送球していきました。今本当に打った瞬間1歩目が早かったですね、キャッチャーは。これはいい当たり、セカンド勝った、ナイスプレーです。今日も野村勇スーパープレーが出ました。いい守備しますよね。昨日もあのギッターズの当たりを、はい、中に通しています。ストレートバットの先、センターの左前に、どうだ、ライトが取り切りました。スリーアウトです。ここは水上を打ったのはセンターのライトでした。今日はヒットあり、そして守備でもこのダイビング、素晴らしいナイスですね。怖がることなくいきました。意外とこう流れとしてはね、これはライト線、ライトを見事取った、小田見事なプレーでした。頓宮が、小田が宮城を救います。この5回0点に抑えました。2ベースはいい打球でした。ショート正面、源田、外崎一塁転送、ダブルプレー、安田はダブルプレーに倒れました。スリーアウト、3回のマリーンズ0点です。まっすぐライト方向ファールゾーンですが、追っていってファールゾーン取ったか、取っています。高部はそれを見て3塁向かってきます。よく取りました。若林、今日は怪我人が出ないことを祈ります。よく取りましたね。ナイスプレーでね、はい、ヒーローインタビューが札幌ドームだったというね、松田ですが、今度は落ちそうな打球はセンター、万波中正追いつきました。ファインプレー、今日はセンターは万波が入っていますけれどもね、早速ナイスプレー。いや本当にこういうプレーが出るとピッチャーも乗っていきますし、はい、まあ、そのファイターズペースというかね、そういう形になっていきますから。ファーストナイスプレー、トング入ってますね。見せます。試合も結構出てきましたよね。うん、なるほどね。でこれヒッティングカウントからのストレートだったんですが、ファウルゾーンで取れましたね。このグローブ入ってますよ。取っている、ガルビスが取っています。マジックのようなキャッチでした。今ね、実際グランドレベルの方を見ながら見てたんですけど、最後の最後まで目切ってましたよ。ここですか、これ、はい、これ立たねカメラを守りましたね。シャケ丸を守りましたねこれあの我々の中継カメラなんですけれども、守っていただきましたね。これことによってなんでしょうけども、はい、宇宙間への打球です。下がっていくライト、まだ下がっていく、どうか、取ったか、取っています。ライトの渡辺義明、よく取りました。大きな当たりでした。はい、やっぱりね、渡辺不慣れな部分はあると思うんですが、よく取りましたよね。絶対のプレーですよね。ナイスプレーですよ。ほぼグラブの先なんですよね。よく取りましたね。2番打球ファウルゾーンになりますか。ライトへの打球、ライト古川追いかけてファウルゾーンでよく取っているのです。ちょうどバファローズのブルペンの付近でね、よく取りました。ナイスプレーでした。今日夜のどこどのプロ野球ニュースでもう出ますよ、これ。ツーアウトランナー二塁三塁、これはセンターに抜けていく、一人帰ってきて、セカンドランナーもホームに帰ってくる、バックホーム、ダイレクト返球、しかしこのイニングライオンズ追加点、2対0となってゲームは2回の裏です。セカンドよかった、セカンドの野村勇好プレーです。
やよく取りました、ね、よく取りましたね。今ね火の出るような打球でしたけども、2球目バット先センターの前、オコエどうか取っているか、掴んでいます、取りました、ファインプレーが出ました。ラインドライブがかかるような打球、最後は横飛び、オコエ好プレーです。しかしこのイニング高部にタイムリーと、もう1点追加、4点でマリーズリードは4点と変わっています。少々のカットボールだったら引っ張り込んで、ライトへ、ライトへ、福田周平取った、ぶつかった、ぶつかった、あーっと判定はアウトです。そして2塁へ、タッチアウト、ライトの福田周平大丈夫でしょうか、倒れたままです。これがダブルプレーになると、ツーアウトランナーなしということになります。出てきました、アウトです。福田周平素晴らしいプレーでした。センターに抜けていかない、そして上川畑で抜けない、プレー、すごいプレーだ、ファインプレー、いやこれすごいプレーですよ、もう完全に抜ける打球でしたけどね、追いついて、そして無理な体勢から一塁送球間に合っています。これはピッチャー助かるな、なんとこれはマイド、センター前にセカンドランナーバサード、バッティング、バックホーム、まさきのバックホーム、どうだキャッチング、アウトになっています。まさきのバックホームでビッグボスはリクエストを行います。まあこれ本当に完璧なバックホームでしたね、まさきさんね、チャージしてるバックホーム、チャージからのタッチの下ってうまいよね、うまいね、見たのことなく、甲斐選手の、ね、立ち位置が、ね、絶妙でしたね。伊藤は責任審判、有住氏は出てきてアウトになりました。そんな中でのここまでのノーヒットピッチングで、これはどうだ、ショート抜けませんが、一塁送球、どうだ、間に合ったか、アウトになっています。中島ファインプレー、イ取ってからも素晴らしいプレーでした。野村大地ヘッドスライディングも絡まず、これはもうギリギリのプレーですよね。野村のヘッドスライディング、追い込んで、右方向へのバッティング、ちょっと前目に守っていましたが、風で今日は戻されます。さあでサードランナータッチアップで帰ってきますが、ホームできています。